久留米市の石川です18歳の時に大工として独立しました。世の中にどれだけ価値を提供できるかということを試したくなり、23歳の時に今のサービスを立ち上げました。失うものが何もなかったので、企業はチャンスしかありません。小学生の時、弱小チームに所属していましたが、その後、 有力チームに移ることができましたはるかにレベルの高い友人と過ごすことでキャプテンになるまで成長し環境が人を育てるということを実感しました夢や希望、誘惑や失望、友情や愛など人生のしくずすべて詰まっています音楽を聴くだけで奮い立つことができます顧客体験とは何たるかということがわずか1時間で学習でき 何度も読み返したくなるとても良い本です初めて食べた時の衝撃が忘れられません月に一度は食べたいお弁当です